和牛命ですから。リーさん、かっこいいです。今は色恋は考えられないな。Produced by Production Garage。繊維をちゃんと見て、包丁全体使うように。違う！おい、すいません。何の言ったら分かんだ？すいません。ちょっと裏来い。はい、すいません。お前何しとんねん！お前こんなもんできんのか！すいません。ああ、しまうぞ、おら！痛い。おい！おら！痛い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 。すいません。いいよいいよ、マジです。いつものことだから。そうね。そういえば最近ミスジ人気よね。そうだね、うん、レバーも最近よく出るよね。あ、出てるわよね、うん、何回も痩せんなよこれ。痛っ、マジ痛いっす。すいません、ほんとすいません。ちゃんとやります。どうでした、今日のお肉。いやもう最高でした。あったよね。ありがとうございます。そういえばさっき来てたの有名な韓国のアーティストじゃない？え、うっそー。え、気づかなかったの？カウンターの帽子かぶってた人ね。え、そうです、よく来るんですよ。え、マジっすか？はい、このお店韓国でも有名なんですよね。あっちのネットでも話題沸騰なんですよ。すっげえ。入るまで毎日通っちゃおうかな。ぜひお願いします、ね。めぐみちゃんはだいぶバイトになれたんじゃない？はい、もうみんな優しいですから。いい子に育ってくれてお母さん嬉しい。ありがとうございます。もう何言ってんの。ありがとうございます。今日も来ていただいてありがとうございます。あー、店長まだいて大丈夫なんですか？閉店ですよね。いいんですいいんです、お二人はもう身内みたいなものですからね。ぜひ残ってください、ぜひ。あの店長、この間の試合すごくかっこよかったです。 KO の瞬間しびれました。ありがとうございます、お二人の応援のおかげです。かっこいい。 B さんの方がかっこいいですから。そうそう、山下さん、 B さんとはどこまで進んだの？聞いちゃいます。聞いちゃうよ。絶対振り向かせてみせますから。まあアプローチはしてるんですけどね。松本さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。残らせたんですね。これ誕生日プレゼントです。ミスジに縦バラです。お好きでしたよね。はい。では早速焼きますね。ミスジは松本さんの好みに合わせて厚めにカットしています。表が9、裏が1の割合で焼いていきます。そうすることによって肉の旨みが逃げない。ミスジ、貴重な部位ですよね。肩甲骨です。牛1頭につき 100g しか取れません。ありがとうございます。よかったね。うん。プリプリした食感が最高です。ありがとうございます。私の好みまで覚えてくれていて。ミスジ、薄めが好きな方もいらっしゃいますからね。塊で焼いて自分でハサミで切るのが好きって方もいますよね。へえ、人によって好みが違うんですね。お客様によって切り方を変えております。同じ部位でも赤身の量とか違ってきますしね。金子さんは赤身の方が好みで、松本さんは脂身の方が好きですよね。逆に思われがちなんですけどね。金子さんは肩ロースが好きですもんね。ほんとよく覚えてますね。リスト化していますから。うちは但馬牛のメス牛を一頭買いしていますので、お客さんの好みに合わせて提供できるのが売りです。
この口の中でとろける感じがもう、だってバラ油なのに全然くどくないですよね。これが去勢された牛だと次の日に残りやすいんですよ。ほんと最高ですよ。ここより肉にこだわってるとこ他に知りませんよ。和牛命ですから。リーさんかっこいいです。本当に皆さんかっこいいですよ。仕事へのこだわりがすごくて。めぐむちゃんも頑張ってるじゃん。そうですか。仕事もどんどん覚えてきてるよね。来るたびに凛々しくなってるよ。ありがとうございます。お肉もそうだけど、ここに来ることも楽しいよね。うん、そう言っていただけると本当に嬉しいです。焼肉って他の食事より少し値が張るじゃないですか。だからこそ私たちはより満足できるひとときを提供したいと思っているんですよね。ここのお肉食べると明日も頑張ろうって気持ちになります。自分へのご褒美だよね。こうして店をやっているのが幸せなんです。この街が好きですし、ここに来てくれるお客さんも大好きです。なんで焼肉屋をやろうと思ったんです？じいちゃんが韓国人なんです。へえ、そうなんですね。だからこうして焼肉をやれているのがしっくりきています。そういうのいいですよね。私も韓国と日本の駆け足になります。ね、リーさん。焼肉は韓国と日本を結ぶ文化だ。その道はとても深い。私との道ももっと深く結んでください。リーさん、付き合ってください。俺は肉の道を極めたい。今は色恋は考えられないな。考えられない。紹介しましょうか。店長、もっと店大きくしましょう。お、私もっと頑張りますよ。もっともっと頑張っていい女になっていい人見つけちゃいます。私も頑張っていい女になります。うん、めぐみちゃん一緒に頑張ろう。はい、私も頑張ろう。頑張りましょう。私もここの焼き食べてもっといい女になります。今日は最高の誕生日です。ありがとうございます。リーさん、できました。おお、やればできるじゃないか。はい、この店大きくします。よーし、エンジン組むぞ。エンジン Drama Channel, an actor's passion for acting.
チャンネルガレージ with YouTube。 個性豊かな俳優が様々なジャンルのショートストーリーを演じる短編ドラマチャンネル。ドローンでの空撮をメインに日本の美しい景色や歴史を伝えるディスカバー J チャンネル。魅力ある企業を紹介する D チャンネル。ちょっと一息を最高のひとときに、チャンネルガレージ、チャンガレで検索。 Produced by Production Garage。